ロボスライダーコンソメプラス。この2バンドがゼルフィッシュガールフェスの開催を発表。このコーナーではイベントまでの季節ロードスゼルフィッシュガールフェスをお送りします。いいことハートフルナビゲーションをご覧の皆さん、おはようございま す。セルフィッシュガール TV のコーナー始まりました。今回は来る4月25日、はい、セルフィッシュガールフェスに向けて見どころを紹介したいと思います。まず一つ目、元プリンセスプリンセス中山かな子さんに作詞をしていただいたコンソメプラスとストロボサイダーのコラボ曲発表です。イエーイ。この曲を発表するためにこの日に向けて頑張ってきたので、はい、とってもとっても楽しみにしててください。そして二つ目、ステージセットが超特別。おー、なんとドラムセットが2つあったりとか、はい、どんどん目まぐるしく変わっていくステージセット、はい、そして早着替えもあったり、はい、もう目で見て楽しめる、目でも見て楽しめるライブを用意してますので楽しみにしててください。はい、じゃあ続いてのおすすめポイントはメンバーを呼んで一つずつ紹介してもらいましょう。まずは一人目お願いします。コンソメプラスのズッチーでーす。ズッチーでーす。ズッチーです。じゃあちょっと次の見どころお願いいたします、はい、僕がおすすめする見どころは、はい、コラボグッズ。出ます。セルフィッシュガールのね。セルフィッシュガールのコラボグッズは、はい、マスクフォルダー。マスクケース。マスクケース。はい、発売です。はい、みんなでデザインを考えて、はい、選抜したマスクケースが出るので、はい、選ばれしマスクケースが出ますので、はい、あとはね、ポスターも、みんなで撮ったポスターも発売、はい、その日は発売したりとか、みんなでチェキを撮って、うん、発売したりしますので、その日の記念グッズとしても、ぜひともゲットしてください。よろしくお願いします。はい、続きましてはストロボサイダーから高橋圭です。高橋圭です。おすすめどうぞ。あ、ね、フェスですから、セルフィッシュガール。フェス。もうね、頭から祭り上げてますよ。おー、もうなんだろうな、あの来た方がまず頭からテンション上がるような感じになりますし、まあ先ほども言ってましたけど、うん、ツードラン祭りといえば太鼓。うん、もうね、本当に見たことない演出だと思いますし、はい、皆さんが経験したことないような感じ、皆さんの初体験を僕たちにくださいっていうぐらいのめちゃめちゃ上げてきますね。すごくいいと思いますよ、はい、頭からぶっちぎってると思いますので、はい、もう、はい、本当にここのために私たちめちゃくちゃ時間かけて、うん、もうミーティングにミーティングにミーティングを重ねて LINE でを重ねて本当に準備してるので、うん、本当にワクワクウキウキしてしてほしいですね、はい、もうドア玉の40分ぐらいのジェットコースター感覚にご期待ください。はい、次はコンソメプラス一新。はい、ベース一新です。見どころどうぞ。まあやっぱ初めての試みということで、うん、まあ、コンソメプラスとストロボサイダー2バンドが共作で曲を作ったっていうことですね。そうです、楽しみですね、うん、作詞はねサプライズで元プリンセスプリンセスの中山かな子さんに書いてもらうことがね決まって、まあ、そちらの様子はね YouTube で、うん、はい、ロードトゥーセルフィッシュガールで見てもらえるんですけど、はい、そして作曲が、うん、まあ自分とそして、ストロボサイダーの高橋圭と一緒に作ったんですけど、はいはい、2人で曲を作ってるのも初めてかな、やったからなんか交互に作ったり、うんうん、編んだしたりみたいな感じで作ってるんですよ、うんうんうん、でまあそっからアレンジギタースチが作ったりみたいな感じで、はい、すごいね、みんなで作ってるね、だから分からへん、もう何が誰の曲か、いや、じゃなんかそんな所有権所有権のことそんなこれの話してるのこれの話じゃないよこれの話はしてないけど、あと初めてのことしすぎて、うんうん、なんていうの、昔初めてバンドを組んでみんなでオリジナル作ろうぜみたいな時みたいな感じ、なんかこれでいいかなみたいな、うん、え、俺たちこれで合ってんのかなみたいな、活かしてるかなみたいな、そうちゃんとね、活かしてるよ、うん、活かしてた、うん、うちらさ、変わらんわけ、普段と。あ、そうか、イッシーが曲を作ってコンソメの曲持ってきてくれんのと、あ、そっか、みんなで作って持ってきてくれんのと変わらんけど、あ、じゃあちょっと温度差あんねや確かに、初めての経験という意味ではまだ、確かに、うん、これから一緒に歌っていくのかな、体験やから、そうそういうのとかもね、はい、ちょっと俺も楽しみかな、うん、ってことはみんなもっと楽しみ、うん、はい、なのでちょっとお蔵入りにならないようにそんな感じです、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、続きましてストロボサイダーからベースよしきです。よしきです。見どころをどうぞ。はい、この日は特別なゲストを呼んでおります。特別なゲスト、特別なゲスト、特別なゲスト、
そう、はい、ストロボサイダーからはスカチョコキックから、はい、本体と、ボーカルのヨッコちゃんを呼んでおります、うん、はい、であとトランペット奏者のチャーリー、うんうんうん、呼んでおります。はい、コンソメプラスはですね、シュガーパレードというもうバンドも丸ごと来ていただきまして、はい、もう2バンドでステージ上でバンドバトルみたいにしようかなと思っているので、わ、かっこいいですね、それは見たい。ちょっと乗っ取られないように気を引き締めて頑張っていきたいと思います。はい、という感じでスペシャルゲスト来てもらって、はい、セルフィッシュガールをもう盛り上がれるように今やってるのでね、そちらも楽しみにしててください。します。はい、ということで見どころ盛りだくさんの4月25日渋谷ダイブでのセルフィッシュガールフェス、ぜひぜひ楽しみにしててください。はい、そしてこのテレビでやらせてもらってきた日本の名曲シリーズのカバーもですね、初めて生演奏でライブでお届けします。みんなに選んでもらった曲をねフルサイズでやりますので、こちらも楽しみにしててください。はい、ということでまだまだ魅力が溢れて伝えきれないセルフィッシュガールフェス、4月25日渋谷ダイブ、ぜひ遊びに来てください。絶対だよ。バイバーイ。動画見てくれてありがとうございます。ロードトゥーセルフィッシュガールフェスのプレイリストはこちらから、次の動画はこちらから、2バンドの SNS 情報などは概要欄をチェックしてください。チャンネル登録グッドボタンよろしくね。次の動画も見てね。絶対だよ。バイバーイ。